皆さんこんこにちは、はいえー、オーケストラスタディシリーズ「マイスタージンガー」をやりましたけれどもいかがだったでしょうか皆さんのねグッドボタンとても励みになってますぜひグッドボタン押すようにお願いいたしますそしてチャンネル登録まだの方ぜひお願いしますねはい今日はですね、えー、またやる頻度が高い曲ということで チャイコフスキーの交響曲第4番をお送りしたいなと思いますはいよくチャイヨンチャイヨンって言われてますけれども、えー、この曲を例えば日本で演奏するときにまあいろいろな状況の人はがいると思うんですね私は基本あの S 感を吹かないのであのちょっとそこは割愛させていただくんですけれどもチャイコフスキーの4番を吹くときにまず 何缶で吹いたらいいんだろうかって非常にね私も悩みます、えー、そこでまあ音大生とかが、えー、プロのオーケストラとかで呼ばれた時に一体何缶を持ってたらいいのかっていうことなんですよねまあ最近はだいぶなんていうのかなニュートラルに演奏できるいろんなタイプの演奏ができるプレイヤーがすごい揃ってきましたので まあ何か持っててもさほど問題にはならないですけども例えばバストロンボンのとかトロンボンセクションあと全体のセクションのチューバの,そのあるそのにこうあってほしいっていうサウンドのね、えー、イメージって必ずあると思うんですけれどもまずチャイコースキーこれね えー、バスチューバのために書かれてるって書いてあるじゃないですかでだから全部 F 管で吹けばいいのかって言ったらそうでもないチャイコフスキーこれで場合によっては米艦制艦で吹いた方がいい場合もあるだろうしそれでまあドイツに行ったらね、えー、例えば古典的なオーケストラに行けばチャイコフスキーは全て F 管で吹かれる方もいらっしゃいます はい、そこで、まあ、モダンなというか、今、日本で、えー、よく演奏される、その、やり方っていうのは、えー、まず、静観で全部、これ、4番の場合ね、吹くことが、そ、とても多いです。そして、えー、と、チャイコースキー4番の録音って、皆さん、何、なんか、好きなやつありますか 僕ねもうバイブル的に好きな録音が一つあってもう何回か僕お話ししてるかもしれないですけども、えー、エリアル・インバル先生指揮者、ね、大先生の、えー、フランクフルト放送交響楽団、えー、デノンの、えー、レーベルなんですけれども、えー、そこから出てる4番もめちゃめちゃすごいいい録音なんですよね。 まあ録音エンジニアとしてもこれ素晴らしい録音でえとたったマイク2本で撮った録音ですねであのー、デイビッド・グリテンさんといってえ引退されたアメリカ人の方がルドルフ・マンイルのでっかい米韓で最初から最後まで吹いて,てもうねチューバーコンジェルトみたいにもう笑っちゃうぐらいすごいあのチューバーのそのーパフォーマンスなんですよね。 ですけども、えーとそ、そのスタイルを嫌う人もいらっしゃる、そのスタイルではないんじゃないのかと思う場合もあります。ということで、えー、最初からその最後まで、例えば皆さんの好きな録音あると思うんですけども、その録音通りにいかないとか、例えばこういうやり方もあるんですよという、えー、方法で、ひもといてきたないきたいなと思います。 はい。まず、最初の、冒頭ですね。ホルン。ザーン、ザザザザン、ザン、めっちゃかっこいいじゃないですか。これ、この後、えー、パン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 って、その上の金管楽器から、えー、下がっていくわけですね。そこで、えーと、チューバとバストロンボーンが一緒に、俺たちが出てきたぜってやって、その華やかなね、 あのオープニングを飾るという上であの思いっきり吹きたいです僕,の,僕の,あの趣味では吹きたいですですけれども、えー、オーケストラによって指揮者によってはバン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 ンこの続きでやってくださいって言われる時もありますですので えっとまあエキストラとかで行った時はあまりねあのバーってねソリストもちろんソロでソロの部分は、えー、しっかりと大きな音で吹かないといけないんですけどもこういうトゥッティの場合はあんまりあの吹かなくてもいいんじゃないのかなと思います自分のねオーケストラ入って自分たちでセクション積み上げていく時は。 思いいいきし吹いていくとかねもちろんあの指揮者の,あの意向っていうのはとても大事なことだと思うんですけれどねはいそこでえっ、ー、とまあ米韓を例えば日本で全部使うとした時に、えー、どうしたらいいかうーんそうですね米韓で最初から最後までこの書かれた通りフォルティシモとかで吹くとひょっとすると日本では 大きすぎるる部分が出てくるかなとその音色的にねも,もちろんコンパクトに吹けるタイプの人がもしいたらそれはそれでいいかもしれないです僕の一個人の考えとして、えー、捉えてくださいなので正寛だったら全く問題ないんだけども米韓だと思うんだよってことはで,ですけどね、えー、と私シンガポール交響楽団で3通りの演奏をしてるんです、えー、とまず全部正観 そして全部米韓。そして F 艦と米韓のコンビネーションというのをやってるんですね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。